バンドの練習がしたいのに、お正月はどのスタジオも休みだわ。しょうがないって。スタジオの人もお正月くらいはゆっくりしたいんじゃないの？それはもちろんわかっているわ。ただスタジオでいつものように練習できないのが少し落ち着かないだけよ。その考え方は雪菜らしいな。じゃあさ、今は歌詞作ったりメロディーのイメージを固めるのはどうかな？そうね、今はできることをするのが先決ね。少し冷静ではなかったわ。ありがとう、リサ。どういたしまして。